今回は中国史上最大の黒歴史と言われる文化大革命についての動画です。今から約50年前の中国で起きたこの出来事によって、当時の中国人は年齢、性別、貧富の差を問わず、物の考え方や行動様式などに何かしらの影響を受けました。影響を受けた人物には、今の中国のリーダー、習近平も含まれています。現代の中国社会にも多大なる影響を与えている文化大革命。この動画ではその全貌を見ていきたいと思います。それでは行きましょう。時代は今から約80年前、戦後間もない頃の中国では、2つの勢力が国の覇権を争っていました。この争いで勝利した側の勢力は、皆が平等に生活できる理想の国を作ろうと考え、中華人民共和国を建国しました。この国のリーダーこそが中国建国の父と言われる毛沢東です。しかしながら、毛沢東を率いる中国は、軍事力を背景として国家権力を手に入れた組織です。当然、超大国を統治する力なんてありませんでした。毛沢東が打ち出す政策はことごとく裏目に出てしまい、中国経済はどんどん悪化していったのです。戦後、世界各国が急成長を遂げる中、中国だけが遅れを取っていることに焦りを感じた毛沢東は、現状を打破するべく大規模な政策を打ち出します。しかしこの政策は、またしても大失敗に終わります。そしてその結果、中国国内は深刻な食料不足に陥り、4500万人もの国民が餓死するという、この世の地獄と化してしまったのです。毛沢東はこの責任を取り、自らトップの座から退きます。そして毛沢東に代わって2代目のリーダーになったのが、あらゆる面でめちゃくちゃ優れていた中国ナンバー2の人物でした。彼は中国全土の悲惨な現状を見て、このように考えました。皆が平等な国もいいけど、一気にルールを変えてしまったから、この国は地獄のようになってしまったんだ。一旦は元のやり方に戻して、とりあえず中国経済を立て直そう、と。こうして、新しいリーダーのもと、舵を切った中国経済は、みるみるうちに回復していき、誰もが望んだ最高な国へと変わっていきました。しかし毛沢東は、中国の現状を見て、おいおい、皆が平等な国を作れてねえじゃん。このままだと、昔の中国に戻っちまうじゃねえか。やっぱり俺が一から国を作るしかねえのか、と考え、自分の妻とナンバーワンの側近の2人と協力しながら、もう一度トップの座に返り咲くための作戦を練り始めます。ただ、武力による衝突によって国内が内戦状態になり、中国全土が火の海になってしまうと、それはそれで毛沢東にとっても面倒なことになってしまいますので、じわじわと今の政府を弱らせてから政権を乗っ取る作戦に出たのです。まず毛沢東は、偉大なる毛沢東の尊い思想が詰まった本を大量に出版し、国民みんなが、毛沢東ってやっぱすげーってなるのを狙います。これまた失敗しそうな作戦ですが、毛沢東の言葉を集めた本だけでも、65億冊を出版するという超パワープレイに出た回もあってか、中国全土で毛沢東の神格化が始まったのでした。ある有名な偉人の言葉に、一冊の本に、人生を丸ごと変えてしまう力があるという言葉がありますが、まさしくそうだなと思える出来事ですよね。こうして毛沢東の神格化が中国全土で広まる中、北京のとある学校に、今の政府じゃ中国がダメになる、一緒に中国を取り戻そうと書かれた紙が壁一面に貼られます。毛沢東を神のように崇めている学生たちは、このままじゃ中国はやばいことになると危機感を抱き、中国全土の学生たちに、みんなで力を合わせて中国を取り戻そうと呼びかけを行います。すると全国の学生は、毛さんのために力を合わせようと一致団結し、中国全土で暴れ回るようになってしまいます。いつしかこの暴徒化した学生の数は100万人を超える大規模なものになっていました。毛沢東はそんな彼らの暴力行為を積極的に支持する態度を表明。つまり、若者たちの行為を全て正当化するとしたのです。この毛沢東の神対応に沸いた100万人の若者たちは、大きな広場で決起集会を開くようになります。そしてそこにビッグサプライズで登場したのが毛沢東でした。彼は100万人の若き親衛隊に対し、こう言い放ちます。文化大革命の炎を中国全土に燃え上がらせよ。崇拝する毛沢東から直々に命令された若者たちは、政治関係者、学校の先生、地域のお金持ちといった毛沢東に悪とみなされた人たちを容赦なく血祭りに上げていきます。自分の意のままに動いてくれる若者たちを見て、毛沢東もにやけが止まりません。
いい気になった毛沢東は続けてこんなことを言い始めます。そうだな、中国の古い文化も根絶やしにしなきゃ、また間違った思想を持つ人間が出てきてしまうなと。その結果、自らの正義感に酔いしれる若者たちによって長い歴史を持つ中国の書物や絵画、建造物などが無残にも破壊されていきました。そしてこの一連の暴動により、200万冊を超える書物や500万点以上の絵画が燃やされただけでなく、2000万人以上の国民が犠牲になったと言われています。収拾がつかなくなったこの騒動により、中国政府は崩壊。こうして毛沢東は当初の目的であった国のリーダーに返り咲くことに成功します。しかしながら、国家権力を掌握した彼をも悩ます大きな問題が残っていました。それは暴徒化した民衆たちです。初めの頃は毛沢東万歳的な感じの、言うことを何でも聞く可愛い集団でしたが、いつしか毛沢東でも対処できない凶暴な集団へと変わっていました。そこで毛沢東は自分で彼らの行動を正当化したのにもかかわらず、中国軍を投入して暴動の鎮圧を図ります。さらに毛沢東は、若者は農村で学ぶ必要があると言い、再び暴動が起こっても都市部に危害が及ばないよう、若者たちを皆遠く離れた山奥に追放しました。これにより、当時の中国の若者たちはまともな教育を受けることができないまま大人になってしまったのです。では、こうして文化大革命の終焉を迎えた後、毛沢東はどうなったのでしょうか。実はこの後、毛沢東は自分を支え続けてくれたナンバーワンの側近と対立し、お互いを新たな敵とみなし、権力闘争を開始してしまうのでした。事の発端は、とある会議で毛沢東が、国のリーダーってポジションいらないだろうと言い出したことでした。これまで毛沢東を支え続けていた側近の彼は、てっきり自分が三代目のリーダーに任命してもらえると思っていました。しかし、急にこんなことを言い出した毛沢東に裏切られたと失望し、それまでの立場から一転、毛沢東を批判する立場へと変わったのです。ただ彼の相手は、この国の圧倒的権力者、毛沢東です。戦ったところで勝てるはずもなく、あっけなく敗北してしまい、命の危険を感じた彼は家族らと共に海外への逃亡を図りますが、その飛行機が墜落してしまい、そのまま最後を迎えたのでした。そしてこの権力闘争が終わった頃、毛沢東も急速に衰えを見せ始め、毛沢東の妻が政治を取るようになりました。しかし彼女に超大国を指揮するだけの力量はなく、文化大革命を起こした一派はその後何も成し遂げることがないまま、全員が最後を迎えることになったのでした。いかがだったでしょうか。文化大革命という言葉だけを見ると、日本の明治維新における文明開化のような平和的な社会意識の変革のように思えます。しかし実際のところ、この大動乱の中核を占めていたのは、中国という超大国の最高権力者の座をめぐる毛沢東とその政敵による壮絶な権力闘争であり、この文化大革命という名称は、そうした生々しい闘争の事実、そしてここで犠牲になった多くの尊い命やかけがえのない文化遺産を隠すために名付けられたものだったのです。また残された多くの若者もまともな教育を受けることができず、人生を大きく翻弄されていました。冒頭で少し触れた習近平も、中学校に入学して間もなく文化大革命の煽りを受け、まともな学校教育を受けられなかった人物です。青年時代にどんな環境で育ったかというのは、その人の人生に大きな影響力を与えます。今の中国が世界中の資本主義国家から敵視され続けているのも、この文化大革命に大きな要因があるのではないでしょうか。あなたはどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせください。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿頑張ります。よかったらチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。